すする TV ゼレーゼとすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、あの天下一品さんからついに待望の超こってりが発売開始されましたということで行ってきました。ドン！ JR 中野駅から徒歩7分くらいのところにあります天下一品中野店さんにお邪魔してます。天下一品さんといえば言わずと知れたこってりラーメン日本一のチェーン店で、関西を中心に全国各地に展開しております。皆さんね、ご存知かもしれませんが、すする TV 第1回目も天下一品さんから始まったということで、現在その第1回の高田馬場店さんはねちょっと閉店してしまったんですけれども、私すするも学生時代から大変お世話になっているお店です。そんな天下一品さんからこの度50周年記念企画として、2月の1日から28日まで全店舗で超こってりを発売するとのことで、1日5食というねかなり高いハードルにはなってるんですけど、天一ファンとしてはすするに行かねばということで、早速すするに行っちゃいましょう。レッツゴー！東京都 JR 中野駅、最近は駅の工事が行われていて商業施設みたいなのが建つらしいです。さあおはようございますということで、現在の時刻ね9時前ぐらいとなっております。めっちゃ朝早くて、まあ、今日はね天下一品さんで超こってりなるメニューをすすりに行くんですけど、まあね、お店が開く前に来てくださいってのことだったんで、9時というねこの超早い時間から超こってりをすすりに行きたいと思います。見て、まだ中野駅前のねこの田舎そばうどん葛西すら開店してない時間ですよ。北口の商店街もね全然まだ開いてないですねすごいな、この状況で超こってりをすすりに行く男。まあ、天下一品自体ね結構久しぶりなんですよね。プライベートっていうか、まあ趣味食いで去年の9月ぐらいに1回食べに行って、そっから多分天一行ってないんでね、めっちゃ楽しみですね、シンプルに。しかも今回超こってりになるメニューなんで、どんぐらいねエクストリームなラーメンなのか非常に楽しみです。果たして超こってりはどれくらいこってりなのか。まだ眠る中野ブロードウェイを抜けて天下一品中野店さんに到着です。さあ天下一品中野店さん、注文です。今回は期間限定1日先着5食限定の超こってりと豚トロチャーシュー、ニラニンニクとライスをお願いしました。中野店には豚キムチのせチャーハンやチキン南蛮定食などすする好みなメニューがたくさん。久しぶりの天下一品に胸を躍らせながら待ってた。こちらが天下一品中野店さんの超こってりです。うほい。超こってりはスープの美味しさを堪能してもらうために、麺とスープとネギのみで提供され、トッピングは別添えに。さらに丼はいつもと違う漆黒の丼となっており、高級感そして特別感があってワクワクが止まらない。それではいただきます。ではまずスープから。ドヒャン。もはや固体に近い超ドロドロこってりスープで、天下一品で普段提供されている鶏ガラをたっぷり贅沢に使用したこってりスープをさらに煮詰め、超こってりのスープに仕上げているとのことです。さあ今度は麺をリフトアップして、よっしゃスロー。ななーん。麺は短めになっていて、超ロングな天下一品さんの麺を知るファンとしてはなんとも新鮮。超こってりスープが絡みすぎてしまうため短めになっているとのことで、ここまで来たら絡むというより一心同体。50周年という長い歴史が生み出す一体感を感じ取れたような気がします。さてここでニラニンニクとラーメンタレを投入して味変タイム。するとニラニンニクによってスープにパンチとスタミナ感がプラスされ、ラーメンタレによってキリッとした味に変化。これによって急遽ライス欲が刺激され、モリモリかき込む結果に。さらに追加でニラニンニク、そして胡椒も投入してすすってみれば、さらなるパンチとキレが約束され、麺も米も進みまくり。そしてここで豚トロチャーシューをライドオン。超こってりスープにどっぷり絡めてライスにバウンドさせて食らってみれば、トロトロと口の中で油がとろけ、超こってりスープとともにカオスな味わいを生み出し、もっともらない。後半戦はもはや麺すらも米のおかずにしちゃって、ちょっとつ猛進爆食街道まっしぐら、食の快速列車発車オーライ。天下一品はライスと一緒に食べるのがやはり醍醐味だなと再確認できました。ってな感じで、あとは思う存分超こってりスープを堪能していくだけ。今さら豚トロチャーシュー巻きライスを披露してドヤ口爆をされてもどうかとは思いますが、そんなこと美味しさは関係なし。
ラストはもはや飲むというより食べるが正しい超こってりスープを残さず平らげて完飲、いや本日も完食です。大変美味しくすすれました。50周年という超おめでたい記念の超こってりラーメン、これからも美味しいこってりラーメンをすすらせてください。それではこすれオウ。はい、ごちそうさまでした。いやー、天下一品中野店さんに行ってきたんですけれども、超こってり、超こってりでした。すごかったですね。今回の超こってりはスープの美味しさをしっかりと堪能してもらうために麺とスープとネギのみ、そして漆黒の丼での提供となってまして、スープはねもはや飲むという段階通り越して食べる段階に突入しておりました。超こってりの何恥じぬこってり味で一口飲んだ、いや食べた時の衝撃すごかったですね。そして天下一品の麺といえばね、長いことで有名なんですけど、今回の超こってりだとスープと絡みすぎてしまうため、あえて通常の半分の長さで提供しているとのことでした。天一好きとしてはね、あの天下一品の短い麺を初めてすすれたということで、なんかこうファンとしてのね喜びすごいありましたね。そして今回ですね、前にあのアメトークの天下一品芸人でお笑いコンビブラックマヨネーズの小杉さんが好きと言っていたトントロチャーシューをねトッピングしてみたんですけど、超こってりスープをまとったトロトロのトントロチャーシューでなかなかヘビーな味わいではあったんですけど、ライスの相性抜群ですごかったですね。またこの度天下一品50周年を記念して、なんとですねこちらのスペシャル丼もね販売されるとのことでした。まあ、こんな感じでねこってりあっさりと書かれてて、このこってりのところにあの天下一品でおなじみの明日もお待ちしてますっていうのと、あっさりの方にはね明日はぜひこってりでって書かれてる、なんか芸が細かくていいっすよねここら辺ね。ラーメンはもちろんなんですけど、あのスナック菓子を入れたりしてもいいらしいです。ポップコーンとポテトチップスみたいな感じで、なんか映画とか見るときにこうあったら確かにいいなっていう感じはありますね。まあ、ラーメン以外にもねなかなかいろんなことに使えそうなツイン丼、まあ、やっぱね天下一品ファンとしてはねぜひともゲットしたい公式グッズということで、まあ、全然あの案件とかじゃないんですけど、全く案件とかじゃないんですけど、あのファンの方はねぜひぜひあの天下一品のサイトなどでねご覧いただければと思います。僕はこの丼で何しようか考えておきたいと思います。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、天下一品中野店さん50周年おめでとうございます。やーすごいです、本当におめでとうございます。どうもチャルゾーです。のびです。編集後期、はい、本日のお店は天下一品中野店さんです。ありがとうございます。はい、ということで50周年おめでとうございますですけど、ね、おめでとう本当に、はい、すごいな本当。いや50周年ってすごいことだよな。敬語使わなあかん、ほんまやで。あー天下一品さん、もう言ってるわ。あ今の髪型やばい。天下一品さん、はい、超こってりということで、ね、1日5食限定ですけど、こってりの上だからね。そうかなりハードルは高いけど、やっぱこんなことあってよかったのかっていう、天一ファンとしてはね。まあ確かにすっときたい、うん、多分体験としてっていう、もう、ね、もう1日5食だからやっぱりそういうことなんだと思う。ジャンボリーですよ、うん、ジャンボリー、うん、アニバーサリー、うんうん、ね、うんうん、ジャンボリージャンボリーはもう湘南の風でしかないから顔合わせっていう天一そんなイメージないなと。いやもうでもね本当に助けられ、まあ天下一品から始まりましたから、まあ、そうなんですよ、本当にそうなんですよ。もう、そういつでも感謝です本当に。いや本当に天下一品さんには何でもやりますんで、何でも言ってくださいよ本当に。何でも言って本当にやらせてくださいよ。何でもあの天下一品で、うん、もしもはい、何ですか